山田涼介が語るスノーマン。なんで恵まれない。自分のことのように、深沢達也&阿部亮平は照れつつ感激。スノーマンの深沢達也さん、阿部亮平さん、平。し、ジャンプの山田涼介さんが、僕らの時代で定談。山田さんが、スノーマンがデビューした2020年当時を振り返り、同期として深沢さん、阿部さんをずっと見てきた思いを率直に語りました。山田涼介のスノーマンデビューへの思いに深沢、阿部は感激。深沢、自分で聞くのもなんだけど、スノーマンがデビューしますってなった時は、山ちゃん、山田、は。山田、俺めっちゃ嬉しかったよ。深沢、うわぁ、嬉しい。阿部、これ何、聞けて嬉しい。深沢今のテロップで、表示して。山田、阿部、わら、2004年に事務所に、同期、で入所し、お互いの存在が支えとなってきた3人。普段プライベートでは話すことはない、山田さんの二人への思いに改めて触れ、深沢さんと阿部さんは照れながらも感激。さらに山田さんは、